では長谷川さん、このゲームやりますか、やりませんか。いや、でももちろんどのゲームも興味ありますけど、はい、実はこの番組やってからもやっぱちょこちょこ、はい、意識はしてて触ったことないのが一歩あるんですよ、はい、やりたいやつが。何でしょう。バロラント。お、みんな言うじゃないですか、バロラントとか、はい、気にはなってるんですよ、はい、だから、うん、それは無理。もちろんできます。おお、はい、しかも PC ゲームパスでバロラントを始めるとかなり美味しい得点がついてくるそうです。では今日はバロラントをプレイするんです。あ、やらせてもらえるんですか。いいんですか。あ、やりたいやりたい。ちょっと本当どんなもんか、はい、でちなみにバロラントやったことありますか。全くないです。だから動画とかしか見たことないです、はい、だからキーマンになるのが、まあ、初めてですもんね。バロラントってキーマンじゃなきゃできないの。はい。あ、そうなんですか。はい。じゃあちょっとやめておこうかな。頑張りましょう。俺キーマンは無理ですって。キーマン今日はちょっと教えてくださる方もいるので。本当に。はい、うん、じゃあ頑張りますよ。はい、ソンヌ長谷川初めてのバロラント。 OK。 はい、長谷川さんがよりやる気になるであろう、はい、コーチの方に来ていただきました。プロゲーミングチーム DRX のドリさんです。ドリさん、よろしくお願いします。はい、日本人ながら FPS 先進国韓国のプロゲーミングチーム DRX のバロラント部門に所属、今注目のプロゲーマーさんです。すごい方に来てくれた。はい、ありがとうございます。すごい方に来ていただいたわけで。いやいや、はい、とんでもない。もうドリさんは何歳から FPS 始めたんですか。私すごい遅くて20歳を過ぎてから始めましたね、うん、あ、それまで全くゲームに、はい、全くでした。触れてこなかった。はい、プロになった経緯とかあるんですか。はい、あ、なんか、こういうイベントみたいなので、はい、バロラントを、オフラインでプレイする機会があって、ストリーマーみたいなことをしていて、はい、でその時にあのチームを作ってる段階の人の目に留まって、ちょっと入ってみないって声かけられたのが最初。そうです。あ、お気に入りの動画もあるそうです。 あるんですね、ご自身の。うわ、おー、なんか遠いの。うまい。うわー、怖い。うまい。連絡来ない。うわー、入った。すごっ。あと一人。うわー、すごい。このお気に入りの理由があって、これ相手の方が武器が有利なラウンドで、ゴーストっていう頭一発では倒せない武器とかでもうこのクラッチしたんで、これは最近のやつなんですけど一番お気に入りですね。気持ちよかったね。気持ちよかったですね。かわいいなぁ、一緒で。気持ちよかったことほとんどねえもんな。経験しましょう。早速バロラント触っていきましょう。はい、長谷川さん、はい、PC ゲームパスでバロラント始めるとかなり美味しい特典があるとおっしゃってましたね。お伝えしたんですが、はいはい、ご覧ください。何ですか。なんと最初から全エージェント開放状態になっています。月額払えばもうこれが。はー、はい、いいじゃん。 PC ゲームパスではバロラントも様々な特典がありとってもお得なんですが、中でもすごいのがこの全エージェント開放、うん、ライアットゲームズアカウントと XBOX プロフィールをリンクさせることで全エージェントが解放されます、はい、そしてリリースされたばかりの新エージェントアイソも早速使えちゃうのでとってもお得です。だいぶね、ドリさんお得ですよね。これめちゃめちゃお得です。めちゃめちゃお得。経験値とお金あるじゃないですか、うん、経験値を無料で開けれるんですけどすんごい時間かかるんですよ。あ、それをの、うん、まあまあ言ったらズルできるというかも、そうですね、すっ飛ばせるということですもんね。そうですね、めちゃめちゃお得です。お得っすね、これ。これもう長谷川さんすぐ入った方がいいです。そうですね。で入って全部試して一番自分に合うやつにした方がいいってことですもんね。